ごきげんよう、オットカップのです。さあ、今回やるゲームね、キャットゴーズフィッシング。もう僕はこの世界の支配者です。今日もね、やばい魚、とんでもない魚、すごい魚を釣っていこうと思います。早速なんだけど、一旦ね、ここで図鑑見れるんだけどね、まあ今まで釣ってきた魚たち、まあ、ここでね見れたりするんだけど、あ、こういうシークレットになってる魚はまだ釣ったことない魚ね。まあまあいるわけだね。こういうのコンプリートしていきたいな。ミディアムサイズ、中くらいだね。中くらいの魚はどうだ。あ、結構釣ってきたと思いきや、まだこの辺はまだ釣ったことないんだね。ラージサイズ、まあ大きめのサイズだけど、ここまだ釣ったことないのか。あ、これだ、エイ。エイまだ釣ってないね。それからね、これ高いな、この魚。38万。この形覚えとこう。いやー、いつか釣り上げたいね。それから超巨大サイズ。超巨大サイズはどうだ？あ、まだこれ釣ったことない。これも45万。めちゃめちゃ価値高いね。いつか君も釣り上げるよ。それからまあこんなもんか。まあここに乗ってない魚も多分現れると思うんだよね。じゃあ今回ね、早速お金がいっぱい溜まってんでね、最後のこれ船かな？買いました。もうボートというか船になったね。それからこれも買おうかな。これね、なんかミニマップがあるみたいなんで、これ買えるようになってるね。よし、初めてのマップ。あれ？待って。マップってどこに表示されるんだろう。マップの使い方はね、ちょっとよくわかんないんだけどね。とりあえずね、この船で冒険に向かおうと思います。海に眠るワンピースを今回もね、釣り上げたいね。とりあえず向こうまで行こう。さあ、でもこの辺とかなんだ？釣れるかな、何か。あ、ロケットがある場所だね、ここは。さて、いろーっと早速食らいついた。こいつは、なんかいっぱいいるからね。価値はそんなないんじゃないかな。まあ、これは釣り上げるしかないね。巨大な魚もね、餌にしたいんだけど、巨大な魚は餌にできないんだよね。よし、8800か、乗っけとこう。でも今回、16匹も乗っけられるんだね。結構魚持って帰れるぞ。よし。じゃあ、ちっちゃいの餌にして。さあ、中くらいがいるね。よし、じゃあこいつも餌にしてね。さらに向こうへ進むか。あ、ここが限界なようだね。行き止まりだ。よし。じゃあこの辺で釣ってみるか。この辺どんな魚いるんだろう。そっとまた見たことない魚たちが。なんだこれ。食わなかった。なんだ今のは。おっと。うわ、なんか別のやつが食らいついた。食うか？やばい、食われた。やばい、食われる。やめてやめて。これは、大切な、あはは。骨になってしまった。仕方ない。骨を餌にするか。骨も餌にできるからね、一応。さあ、この辺の深海は、あ、でも暗いな。一旦ライトつけないと。さあ、じゃあこれで、おっと。深海奥深めやってきよっと、食われた、早速。おー、いる。なんか突き刺さってるよ、あの魚。あれが餌ってことか？あ、やばい、乗っちゃった。やばい、中くらいのいらない魚だったのに。まあ、いっか。さあ、まずは小魚を、あ、いたいた。群がるねー。やばい、食われた。引き上げないと。めちゃくちゃ来るねー。おっと、この辺、この小魚多いね。でも確かこの魚、あのなんか、角の生えた魚が刺さってたよね。これ、待て待て。これもしかして刺さるんじゃないかな。これが餌ってことなのかな。でも現れないぞ。よいしょ。さあ、巨大なね、あの角の生えた魚。さっき、この辺いたはずなんだけど。いたいた！魚突き刺さってるぞ、また。これで突き刺さるんじゃない？どうだ？あれ？食われた。あれ？食うの？突
き刺さるんじゃなくて食うんだ、これ。どういうことだ？よし。じゃあ、中くらいの魚を餌にして、何か巨大魚。あれ、食わないのか？音だ？食わない。なぜだ？お、こいつは？あれ？餌持ってかれた。なんだ今の魚。何か釣り上げる条件があるのかな？いや、この辺謎が多いね。じゃあね、釣り竿に爆弾を取り付けて、深海も見てみようかな。さあ、この辺の深海には何がいるんでしょうか？おお、なんだ今の。待て待て、さらに深くまで見てみよう。なんか、ついてきてるよ。中くらいの魚が。いや、でも暗いね、この辺。この辺真っ暗で何も見えない。ライト効果が切れそうだね。一旦引き上げるか、おっと。魚たちがうようよと泳いでるね。待て待て。あ、やばい、爆弾使っちゃう。まあ、いいや、こいつ釣り上げるか。よし。さあ、この魚はどれぐらいの価値があるんだろう。来た。3万まあまあいいね。中くらいの割には。よし、金が集まってくぞ。でも金貯めてもね、買うもんないんだけどね、正直。もう船も買っちゃったしね。釣り竿ももう1万円使っちゃったし。よし、おっと、骨になるまで食われてしまった。ごめんよ、魚。できたら僕が食いたかったんだけどね。よし、まあこれを餌にして。ちょっとまたね、ライトを取り付けて、さらに巨大な針、巨大針をね、取り付けて、これで何か釣れるんじゃないかな？巨大魚ね、引っかからないかな？突き刺さりながら待て待て、食うな食うな。あ、やばい、ちょっと中くらいの魚に食われてしまった。いや、この辺でも、見たことない。巨大魚が多いね。おーっと、飛び跳ねたぞ、あいつ。すごい勢いで飛んだね。よし、じゃあ、ロケットを取り付けて、さらに向こうまで飛ばすとどうなんだ？よし。この辺は何がいるんだ？さて。食わないか？ああ、食わないんだよね。あの魚は食わないんだよね。中くらいの餌でも全然食らいつかないな。食うか？食わないね。この辺やっぱ、いろいろ条件が必要なのかな、釣り上げるのに。でも深海には何もいない。あ、え？普通に食らいついたぞ？あれ？今まで、あ、待て待て、こいつはなんだ？こいつは、食らいつかないか、よかった。今まで、無視してきたのに、突然食らいついたよ。おっと、この魚も気になるね。なんだ今の。目玉でかっ。あれも釣り上げたいなぁ。とんでもない魚、訳してとんでも魚がいたね、今、一瞬。あれもちょっと釣り上げを、頑張って。よし、とりあえずこいつは、8万お金いただきましょうか。よいしょ。さあ、まだまだ金になってくれる魚たちいるかな。よし、とりあえずね、このちっちゃい魚を餌にして、さらにね、みんな餌に、餌とね、みんなね、猫のために餌と金になってくれよ、みんな。いいね、いいね。この世界の支配者はね、僕なんでね。いや、てかな、ここ、なんか魚が、猫にかぶりついてみたいになってんだけど。じゃあ、ロケットと巨大丸を取り付けて、さあ、やっていきましょう。ぶっ飛べ。さあ、やっぱ巨大丸取り付ければね、何かしら釣れるんじゃないかな。さあ、来い。うようよと泳いでるね。やばいよ。あー、ちょっと変なやつに食われた。おっ。そういう条件だったのか。おーっと、なんかでかいのが泳いでるよ。この魚は、
中くらいの餌がかぶりついた状態だとかぶりつくんだね。でもこの魚傷ついてるね。これもう戦いに生き延びた魚だよ。よし、僕が簡単に釣り上げました。いいねいいね、14万。金が溜まってくね。ライトとロケットと巨大針を取り付けて、さあやっていきましょう。もういろいろ取り付けてる状態なんだけどね。さあ何かしらまた大物釣れるんじゃないでしょうか。さあこの辺何がいる？でもこの辺の大物だいぶ釣っちゃったけど、クカついに、あれ餌だけ取られた。あれもやっぱ特殊な条件がいるのか、釣り上げるのに。目玉でか。目玉がこの猫と一緒ぐらいのサイズ。釣り上げて友達にしたいね。さあ深海へ潜っていきましょう。あと左上にマップ出るようになったね。あ、いるいる。この光った魚。こいつはなんだ？さあ、巻いていって。おっと、食うなよ。この大切な魚。僕の友達のような大切な魚、誰も食うなよ。よし！ 1万8000、金にしよう。いいねいいね。よいしょ。来た来た、かぶりついた。この状態なら、また何か、大物、かぶりつくんじゃない？さあ、いるいる。あの魚絶対この中くらいの魚なら食うでしょう。どうだ？柵へ。あれ？かぶりつかない。尻尾だけ食われた。引っかからないか。こいつはどうだ？来ました。またとんでもない。何これもう。エイリアンのような魚。すごい光り方してんね。緑色で、食べたら美味しそうな魚だね。今でもね、こいつはもちろんお金にするよ。25万。素晴らしいね。こんな金使い切れないけどね、もう。よし、乗せといて。あの目玉がでかい魚どうやって釣るんだろう。もうこの辺はでも、いろいろね、巨大魚釣ってきたけど、あと釣ってない魚といったら、あの目玉がでかい魚だけだね。まあ、で、あれもね、釣り合う。お！これなんだ？ 5 万の超巨大サイズの釣り針。買えるようになってるね。あ、レベル40になったから、買えるようになったんだ、これ。これかな、もしかして。これ、取り付ければ、あの目玉がでかい魚、釣れるんじゃないでしょうか。さらにじゃあロケットも取り付けて。やっていきましょう。さあ、食らいつくかな？多分、まずは中くらいの餌にしたいよね。中くらいの、いたいた。食うか？オッケー。じゃあ、こいつを餌にして。さあ、目玉、いるいる。そういるよ。さあ、食え。あれ、どこ行った？マップ表示されてんだけどね。全然見えないね。さて、やばい。ライトが切れそう。あれ？いなくなっちゃったか。あの目玉ね。目玉、家に飾りたいんだけどね。あの魚釣ったら。いや、あの目玉巨大すぎてで怖いよ。あれ、家に飾ったらね。いや、しかしいないね、この辺。やばい、ライト切れそう。ここで完全にライトが切れた。とりあえず、引き上げるか。引き上げるとね、針が、待て。これなんだ？これ、あれかな？さっき釣り上げた。あれ、でも食わない？来ました！よっしゃ！また！これは、さっき釣った魚なのかな？現れた！やっぱこの魚だね。2匹目、いただきましょうか。多分兄弟だね。よっしゃ！兄弟仲良く2匹釣り上げました！いいねいいね。兄弟仲良く船に乗ったね。よっしゃー、この調子で、あの目玉魚を釣り上げたいと思います。親分だね、あれは。親分も釣り上げたいなー。よいしょー。じゃあ、ロケット。
トにライトに超巨大バリを取り付けてやっていきましょうか。さあ親分の元へ向かえ。頼むよ。さあ親分も釣り上げて、みんな仲良く船に乗せてあげたいね。いるよ。まずはでも中くらいの魚食え。食わないか。頼む、中くらい。来た来た、中くらい食ったぞ。いるいる、食うか。やったー、来たー来たぞ、ついに。この巨大目玉、超ビッグサイズ魚。やばいな、これ。目玉が恐ろしいんだけど。さあ、この細い糸で、もう少しで、あ、来た来た。やあ、こんにちは。80万。急に、すごいの釣ったね。今まで釣った中で一番高いよ、これ。いや、もう信じられないくらいやばい、すごい魚だ。よし、お家へ持って帰ろう。糸切れないよね、持って帰る途中で。ちょっと手滑って、離さないようにね。逃さないようにしないとね、これは。じゃあ、この辺で一旦、船に乗っけて、よかった乗った。じゃあ、今回釣った魚すべて、売りましょう。200万めっちゃ稼ぐね。さあ、今回釣った巨大な魚、これだね。いや、もう猫丸飲みしそうなデカさだな、これ。いや、でもこんな感じだったけどね。新しい船というかもう全部買っちゃったんだよね。お金はもう貯まる一方で、マップとかもね、買えないし。まあ、とりあえずね、まだこの世界には僕の知らない魚もね、まだまだいると思うんで、また次回ね、信じられない魚、やばすぎる魚、すごすぎる魚とかをね、いろいろ釣っていこうと思います。それじゃあね。